はい、皆さんこんばんは。今日は9月の4日火曜日、ボギーチャンネル、今日ははい、あちらこちらちょっと回ってましたんで、少し15分遅れのボギーチャンネルとなりましたことを、心よりお詫び申し上げます。まあ、そのぐらい今日はちょっと資料がたくさんあったということでございます。しかしそれなのにもう90名の方が来ていただいておりました。本当にありがとうございます。まあ、私のスタンスというのはやはり、右翼でもなく左翼でもなく仲良くということでございまして、まあ、あちら系の人たちから見ると極右に見えるらしいんですけど、やはりあまりにも左に偏った人たちからど真ん中の人を見てもやっぱり右翼に見えるということで、まあ、私は全然気にしてはおりません。まあ、特にあちら界隈の方々からはもう沖縄の、はい、右翼なんて言われてね、沖縄ヘイトの頑強だなんて言うんですけど、一番沖縄を貶めてるのはやっぱりこういった平和平和と叫んでる人たちではと私は思っております。はい、朝日新聞殲滅隊さんこんばんは、んこカノタンさんこんばんは、んこニラタバありがとうございます。はい、白上さんとカータンさんから特のニラ茶ですね。イペソさんどうもどうも、また今日も美味しいお茶ありがとうございます。カナタさん、シンマンさんこんばんは、んこいちごさん、はい、今日もよろしくお願いします。タイガージェットシンさんこんばんは、んこ、はい、それからノリゾウさんからニラでございます。 CVID さんからはニラ茶ですね。石川さん、はい、英吉さんもお見えです。ハローズさん、生田さんから、ニラ束ということでザクザク切っていただきたいと思います。でもね、本当に平和平和と言ってる人ほど実は暴力的なんですよね。はい、これは私が現場でやっぱり感じてることで、まあ、小坪さんもブログに書いてますけど全くその通りで、ございます。まあ、近いうちにあの人たちのいわゆる共通した特徴というのをちょっとね表してみたいと思っております。はい、小杉さんからも特のニラ茶、ハイロウサギさんからもニラ茶いただいております。こんばんは、んこでございます。あ、テリアさん今日もお見えですね。こんばんは、んこ。それから石鹸男宮城さん、そうですよね、宮城さんなんか特に非暴力非暴力って言ってる人たちにボディ食らってますからね、信じられないですよね。ホルスタインさんもこんばんは、んこ。中佐いつもありがとうございますということで、今日はどんなネタが飛び出るんですかね。はい、今日もまた楽しくいきたいと思います。ぜひ、見ていただきたいと思います。しかし今日本当にあちらこちら回ってて、この準備をするのがすごい遅れてしまいました。どうにかこうにかようやくできたんですけど、まあ、これを見ながら今日もまた皆さんにお話をしていきたいと思います。では皆さんの大好きな新聞のお話、沖縄タイムス。はい、佐紀店長ニラスムージーありがとうございます。沖縄タイムス、まあ皆さんも大好きですよね。まあこの新聞、まあ読むと血圧が上がったり朝からむしゃくしゃしたりとか言われてるんですけど、まあなんか、はい、政治のお話になると非常に変な方向に急激に曲がるんですよ。最近の台風みたいに曲がるんですけど、地域欄とか文化欄は結構まともなことを書いています。はい、ただ政治欄になると全くダメ。でもこの話をまずする前にやはりちょっと気になってること、皆さんにちょっと待って旬でございます。はい、生放送はい、皆さんどうなんですか、台風の被害。いや結構大きかったですよね。大きい、あれがちょうどね、本州ちょうど東日本と西日本の境界線をそのまんまねなぞるように行っていたんですけど、どうだったでしょうか。大きな被害出てないんですか。はい、あと和歌山、あと大阪の方も結構風強かったみたいですしね、関西地方。あ、かなたさん、なんか関空が使えなくなってるって聞いたんですけど、関空、群馬は静かです。キビヌさんありがとうございます。関空やっぱり厳しい、なんか高潮と重なって水没ですか。
関空水没、ちょっと怖いんですね。黒海軍工廠さんのところは午前中で仕事が強制終了ということで、東京へ、すごい風ということですね。英吉さん、ありがとうございます。いやしかし関空ですか。ゆきとさん、ちょうど関ヶ原のあたりを通ったんじゃないかということで、はい、関空連絡橋にタンカーがぶつかった。タンカーですか。連絡橋が事故で使えない。いやこれ大変なことになりますね。これ台風が行った後復旧にあり 2,3 日かかるんじゃないですか。はい、かなたさんから、関空は停電して連絡橋がタンカーが突っ込んで身動き取れないと。いやまだ荒れてますね、海の方がね。いやちょっと怖いなこれは。うん、小杉さんから、軽駐屯地の、はい、百葉箱は壊れたと。うん、地下に水も入った。いやすげえなこれは。桑名市は昼間風雨強かった、家も揺れたと。これきよさん、やっぱり揺れますよね。だ沖縄でも高いビルなんかゴーって揺れますから。そうですね、ちょっと、関空は高潮で滑走路や機材を海水に使ってしまったので復旧分かんないということで、関空への連絡する道路と鉄道の橋がずれてるんですか。テリアさん、橋がずれるってすごいことです。すぐにはこれ復旧できないですね。これちょっと関西の航空便すごい大混乱しばらくなると思います。まあなんか死者の方も出てるっていうことで、皆さんのところに被害ないかなってとっても心配になりました。はい、もう大きな被害これ以上拡大しないことを願っております。さて今日の話題行ってみます。先ほど沖縄タイムズさんの方で出ましたけど、こんなアンケートを取ってますね。沖縄タイムズ知事選第4回アンケート。はい、沖縄の発展のためには外国の人たちの力が必要ですかということで、さあ皆さんどう思いますか。沖縄の、ね、発展のために外国の力が必要ですかということで、いやー私はね特にそうは思いません。いやタイムズさん、こういうアンケートを何のあれをやってるんですかね。はい、第4回のテーマは外国人ということで、はい、この外国人が、まあ、沖縄に必要なのかどうかっていうような話なんですけど、私はあの外国人を導入する云々の前に、あのやはり日本国民を優先的にね、考えるべきじゃないかと。で国内にやはり中高年の失業率って、ね、やっぱり高いんですよね。そういった人たちをどうしていくか、あと若年層の人たちをどうするのか、そうやってまだ仕事にもつけない人たちもいっぱいいる中で外国人云々というのはおかしい。それそもそもね、沖縄タイムズさんが外国人って言ってるところでおかしいんです。なぜかというと、もうすでに平和運動はもう外国人の手を借りないとやっていけないような状態になっちゃっております。はい、カータンさん、米国軍人は含まないそうです。そうなんです、榎本さん、本土からの観光客やっぱり大事にしないかいかんと。はい、どうですか皆さん、もう平和運動はすでに外国人だらけということでございまして、まあこれもはい有名な写真ですよね。あの高江の、はい、サティアンの中の横断幕、招待所の中の横断幕、いやこれ完全に外国人じゃないですか。日本人の地位ではないですよ。はい、これが招待状。もう平和運動そのものがこういった外国人が、ね、来ないと成り立たないような状況になってる、まあ、そんなことをね、報道しないで、安倍がとかね政府がとかやってる、タイムズさんが外国人必要ですかって聞くこと自体、私本当に鼻から豆乳吹きそうな気持ちになりましたよ。だってあなた方見てるでしょうと、外国人が目の前でいっぱいいるの見てるじゃないですかということで、いやいくらでもこれ出てきますよ皆さんね。石鹸男宮城さん、本当に失礼な外国人いっぱいいますから、こういう、はい、外国人です。これ何なんですか。いやはっきり言います、
こういった、ね、人たちはいりません、ね、外国人を入れて雇用云々の前にまずは国内でまだまだ仕事にあぶれている人たちを、ね、完全雇用するようなそういったシステムを構築すべきだと私は思っています。まあ、沖縄なんかは本当に確かに求人は多くなりましたけど、まだまだ仕事に就いてない人たち結構いるんですよ。でこの募集なんか見ますと最低賃金、800円ちょうどで、まあ、募集かけてるところがあまりにも多い。最低賃金ギリギリね、沖縄でも900円台というと高い方、1000円なんてめったにない。まあ、そんな中で、生活もかかっててね、ローンも残ってるような中高年の人たち、そういった人たちはただでさえ仕事に就けない中でそういった安い、給料ではやっていけない。そういった人たちどうするかっていうことを考えずに安易に外国人っていうのはいかがなもんかというのを私思っております。さて続きまして、とんでもない話題があります。玉木デニーさん、はい、玉木デニーさんの信じられない動画が実はあるんです。まあ、本人はそうですね、県知事選挙の候補に選ばれまして、知名度ではもう佐喜眞さんをね、数段上回ってるっていうことで有頂天になったんですかね。まあ、そういった感じで、まあ、ある、インタビューに答えた時のスクショを撮ってありますんで、はい、スクショ撮ってありますんで皆さんと見ながら今日ちょっとね相談っていうかどう思いますかっていうことをね言ってみたいと思います。まあ、この玉木デニーさん、日本のね国防についてインタビューを受けた時に、まずこういった話から始まってますね。ミサイルが飛んでくる、我が国の上空に飛んでくる、はい、そこまではまあここだけ見るとおそうなのっていう感じになると思うんですけど、さてさてここからがどういくかですね。はい、迎え撃つ、当然ですよね。皆さんミサイルが飛んできたら迎え撃ちますよ。だって知らない人にね頭殴られそうになったら自分の手で払いのけるじゃないですか。これ当然のことです。はい、ミサイルが飛んでくれば迎え撃ちます。玉木デニーさんだって知らない人にビンタ払えそうになったら手で払いのけると思います。それが迎え撃つということでございまして、はい、迎え撃つ、すごいいいことを言ってるように聞こえますよね。はい、迎え撃つ、ところが次の言葉でちょっと私愕然としました。戦争の有事の前提を作っている。そこで私なった。戦争の有事の前提、いや有事っていうのは常に前提としてあるべきですよね。はい、皆さんここからどんどんおかしくなっていきますんで一緒にご覧いただきたいと思いますけど、戦争有事の前提を作っている。有事の前提を作れば何でもできちゃうんです。有事の前提を作れば何でもできちゃうんですと。いや何でもできないですよ。有事っていうのはいつあるかね、何が起こるかわからない。そしてここで出ます、安倍側が出ます。安倍側が出ました。はい、安倍側だから安倍政権になり、だから安倍政権になりと、ここで安倍側が出ました。いやだんだんこっちからね加速つけておかしくなってきますからね、見ててくださいね。どんどん安保法制とか特定機密保護法とかと、いやだってこれ安保法制にしても特定機密保護法っていうのは国を守るために制定された法律ですよ。はい、いやしかしどんどん安保法制とか特定機密保護法とかなんかどんどん系統の匂いがプンプンしてきました。そしてまるで戦時に備えて、まるで戦時に備えて何かと言いますけど、
そういうことを整備していくんだというやり方はと、そういうことを整備していくんだというやり方はと、だって有事を考えていろんなのを整備しますよね。例えば台風とか大雨を想定して、堤防を強化したり、あと、事件事故を防ぐために、警察署を作ったり、警察官の数を、ね、増員したり、パトロールを、ね、増やしたりっていうのは当然です。やはり有事を前提にみんな考えてるんですよね。そうだから、そういうことを、ね、整備していくっていうやり方はと、いやここから私どんどん意味が分かんなくなってきました。ここでも完全に私頭の中がこんがらがります。およそ日本の国家が今まで取ってきた国の成り立ちや形と、といやいやいや、日本国はね、戦前の大日本帝国はね、素晴らしい国でしたよ、ね、その頃の日本人なんて拉致もされないですよ。だって拉致なんかされたらね、日本軍がそれ救いに行くわけですから、ね、だって他の国とかね、そういったところが日本人さらったり殺害したりしたら日本軍が入ってくるんですから、問答無用で、それは触れないですよ、ね、そういったのを本人完全に分かってないというか、はい、そしてこう言ってます。どん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 変えてきている、どん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 変えてきている。いや我が国はね、有事に備えないでお花畑であった時代なんてないですよ。もっと歴史をね勉強するべきだと思います。そう、猫さん赤金に洗脳されましたということで、いやどんどんなんか不自由になってきましたね。はいはい。そしてここもびっくり、有事の前提を置かずに、皆さんすごいですよ、有事の前提を置かない。玉木デニーさんは有事の前提を置かないと言ってます。じゃあ台風が来るという有事も考えてはいけないと、地震が来るという有事も考えてはいけないと、ね、某国から難民が大量に押し寄せてくるという有事も考えちゃいけないと、ね、皆さんどうです、有事の前提を置かない。そう、かなたさん書いてる通り、危機管理はしちゃいけないって言ってるんです。危機管理をしちゃいけない、はい、危機管理をしちゃいけないと言い始めました。いやどん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 、はい、異常さが加速していきます。平時における外交が一番大事、平時における外交が一番大事。さあ玉木デニーさん、衆議院議員をしていましたけど、していますけど今もね、彼が衆議院議員をしていて、中共の尖閣侵入を防いだことありますか、ね、外交が一番大事って言って本人それ防ぎました。外交が一番大事と言いながらね、衆議院議員やってて、中共のそういった日本のね、領土に対する侵入に対して抗議したこともないですよ、この人は。抗議もしたことない。それをいかに具体的に防ごうっていう話もしたこともない。それなのに外交が一番大事。話し合い、話し合いといって暴力を振るう活動家と何も変わらないレベルになってきましたね。いやこれすごいすごいこと言ってますよ、ね、いや有事の前提を置かずに平時における外交が一番大事。そして相互関係が成り立っているのに基地を置くということはと、一体どこの国の話をしてるんですか。相互関係が成り立っているというのはね、相互関係が成り立っているのに基地を置くということはっていうことは、お互い相互関係が成り立っていれば基地は全てなくさないといけないということなんですかね。はい、相互関係が成り立っている、本当に相互関係が成り立っているんだったら尖閣なんかに侵入してくるはずないじゃないですか、ね、基地を、ね、置くということ、いやあの国だって基地ありますよ、
見えないんですか、この方。あの国も基地いっぱいあります。はい、基地いっぱいありますよ。はい、基地を置くということはある種の裏切り行為と捉えられてもおかしくない。さあ皆さんどう思います？一体どこの国の国会議員なんですか、この人は。裏切ってるのは我が国のね、国民を裏切ってるのか、それともどこぞの国を裏切ってるのか。いや猫さん本当に意味不明ですよね。いやーすごいですよ。ある種の裏切り行為と捉えられてもおかしくない。基地を置いたら裏切り行為と捉えられてもおかしくないというんだったら、じゃあもうあの国、はい、中共基地いっぱい作ってますよね。南シナ海にも作ってますよね。はい、あれはじゃあ日本に対する裏切り行為、それに対して何一言も反論しない、抗議もしない人がこんなことを言ってて大丈夫なんですか。はい、裏切り行為ときましたよ皆さん。はい、そしてこっちの国の人も日本がこうするんだから僕らもこうするよと、日本がこうするんだから僕らもこうするよ。一体どこの国の方なんですか、この方は。いつ日本がね、あの国に対して、ね、侵略行為しました、あの国の領海領土に侵入しようとしましたね、そこにあの軍艦を送ったりとかしました。何もしてないんです。そうです、逆ですよ、フロンさんおっしゃる通りね。こっちの国の人と、こっちだそうです。こっち、この人の立ち位置どっちなんです、こっちの国っていうのは。つまりこの人は日本の側に立っていないというのがこれでね、本当に明らかになった。こっちですよ、こっち、こっち、こっち側ということは、もうこの人は日本人ではないということを自分でね、暴露したことになるんじゃないですか。はい、こっちの国の人と、そしてなかなかそれが気がつかない、いつまでも疑心暗鬼が続いていると。いや疑心暗鬼にしているのはどちらの国なんですかね。はっきり言いますよ、中共じゃないですか、北朝鮮じゃないですか、ね、日本に向かってミサイル飛ばしたり、ね、領海に侵入してきたり、ちょっかい出しまくり、そう中共の出先だっていうのもこれではっきり分かった。こっちの国なんて言ってましたから、あっちじゃなくてこっちって言ってましたね。もうすごいことを言っています。いやーもう理解ができません。はい、そしてね、どん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 おかしく、またあの話がねおかしくなっていきますんで、皆さんぜひ見ていただきたいと思います。次、専守防衛でいられる日本の利点は平時における平和外交。専守防衛でいられる日本の利点は平時における平和外交。平和外交とはね、平和外交とは意味分かってるんですかね。いやー専守防衛、このデニーさんは自分が絶対人に殴られないと信じていれば殴られないと思ってるんでしょうね。いや殴られるかもしれないから、もし知らない人がビンタ張ってきたら、ね、手で跳ねのける、それがやはり、有事を考えた対策だというふうに思うんですけど、専守防衛でいられる日本の利点は平和外交。だんだん頭が痛くなってきましたね。平和外交、平和外交の次は何て来るかお見せします。なるべくは基地は置かない方が良いという前提、なるべくは基地は置かない方がいいという前提。さあ皆さんいかがでございましょうか。なるべく基地は置かない方がいいという前提、
例えば犯罪を抑止するには警察署をなるべく置かないという前提、火事をなくすには消防署を、ね、できるだけ置かない、そして火事が起こるはずがないと信じ込むことがいわゆる、火事をなくすことにつながるということですよね、はい、なるべく基地は置かない方がいいという前提、あなた基地があったから、アメリカ人が沖縄にいたから生まれてきてるんじゃないですか、この人。いやもう完全にね破綻してるとしか言いようがありません。はい、基地を置かないさらなる前提は平和外交を前提、基地を置かないさらなる前提は平和外交を前提、平和平和ですか、平和平和と言ったって相手が全然平和じゃなければ平和は成り立たないですよ。はい、諸外国近隣諸国との良好な関係を継続して作っていく、いやこれは大事ですよ、これ大事だと思いますよ、いやこれは当たり前のことです。そうホロンさんね、飲酒運転の検問もネズミ捕りも不要、全くその通り。はい、プロ海軍交渉さん、教師の犯罪なくすには学校はなるべく置かないと、あのこれが皆さん国会議員ですよ、国会議員、イメージとかね優しそうだっていうことを選んだ国会議員がこうなるわけですよね。はい、そして次いきます。基地を作って平和になることなんて絶対にありません。基地を作って平和になるなんて絶対にありません。じゃあ沖縄がね戦後70年余り何の戦争も起きずに平和だったっていうことはこれ説明できるんですか、デニーさんは。そこで今ね平和な社会をぶち壊そうとしてるのは平和平和と叫んでる人たちじゃないですか。日本国はね戦後70年余りずっと平和ですよ。基地あるんです。基地を作って平和になるなんて絶対にありえないっていうことは今の日本はじゃあ戦争中だっていうことですね。もう全くね意味がもうだんだん分かんなくなってきました。はい、いやしかしこれすごいですよね、うん、基地はもういらないと、基地はいらないし、はい、もうとにかく基地があるから戦争になるんだっていう考え、まあ、こういった考えでね本当に国会議員してたっていうのが理解できない。はい、そして次いきます。本当に基地のいらない平和な状況を作るには、本当に基地のいらない平和な状況を作るには、さあ玉城デニーさんこのあとなんて言葉を紡ぐか、もう勘弁してください皆さん。はい、戦争しないという前提、あのだから本人が強盗に遭わないと思っていれば遭わないんですか、本人が、襲われないって言ったら襲われないんですか、本人が知らない人にぶん殴られないと思ってたらどこを歩いたってぶん殴られないんですかと、ね、いやおかしいですよこの人。いや自分がだったら大切な人がね襲われそうになったら体張ってでも助けますよ。この人はいやいや僕たちは襲われるっていうことを想定してないので、なんで襲うんですか、襲わないでくださいって言うんですか。いやもうこれね動画がありますんでどん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 大拡散しようと思います。後で編集してねまたツイッターとかに載っけますけど、これ一人でも多くの沖縄県民にねやっぱり見せたいと思ってます、ね、結局守ろう的これっぽっちもないんですこの人はね。いやしかしどうですか皆さん。そうテリアさん書いてますね、自分がぶん殴られるかもしれない、嫁が襲われるかもしれない、
大切な彼女がね、暴漢に襲われるかもしれない。しかし本人が私は絶対襲われない、反撃もしませんよって言ってたら襲われないって彼は言ってるんですよ、ね、自分のねすぐそばにいる人も守れない。例えば相手が突然手を挙げて叩いてきたと、普通突然ね手を挙げられて叩かれそうになったらみんなこうして避けますよね、おっとっていう感じで。それが皆さん自衛っていうことじゃないですか、ね、防衛力ですよ、ね、デニーさんは相手が手を挙げてきたらね、そのままほっぺた出してパチンと叩かれて、私は叩かれるなんて思ってもいないし想像もしてなかった、なんで叩くんですかって相手に言うんですか、私はね決して抵抗もしませんよと。そしたら次ナイフ出されて金出せって言われますよ。私はお金を出せなんて言われることを想定してませんよ、なんでお金を取るんですかと。それ通用しますか皆さん。そういうバカバカしいことを言ってるのがねこの玉城デニーさんということでございます。いやこれぜひね後で動画あとスクショの方もどんどん上げますんで、皆さんガンガンやっていただきたいと思います。刺されたらそうですね、刺されたら私は刺されることを考えていなかったのになんで刺すんだって言うんじゃないですか、多分そうだと思います。いや今後玉城デニーさん暴漢とかに襲われることがあったら決して抵抗しないと私思いますよ、ね、まあそれがあるかどうか分かんない。でもこんなことをね自分で言いふらしていたらそれこそね襲われる原因になっちゃうんじゃないですか。俺は襲われたら徹底的にやっぱり反撃するって言ってる人間と、私は襲われることを想定してないので襲わないでくださいっていう人間、どこがやっぱりねやられるかって言ったらやっぱり後者だと私は思ってます。しかしこんなことでねこんなことでよく国会議員してね国家国民守ろうとか、あと防衛協会の理事してたなと思いますよ、ね、はっきり言って嘆かわしい、まあ、こんな方が知事になったら沖縄どうなるかもう目も当てられない、ね、さっきのコメントにありましたよね、コメントっていうか、はい、この方がどの国の側に立ってるかっていうのはこの動画ではっきり分かりました。私はねつまり彼は日本とかね沖縄っていう視点で考えてない、常に向こうの国の視点で沖縄を見ている、日本を見ているっていうことがこれで明らかになったと思います。非常に危険です。さて、今日は最後に本当はもっといっぱいあるんですけど、最後にちょっとねもう皆さんに呆れ果てたものをねちょっとお見せしようかな。はい、今日ニュースに流れていました新しい立候補予定者が出ました。今日の午前、はい、後藤さんという方が県知事選挙に出馬を表明したということでございまして、いやこれねただでさえ5名出るのにまた1人増えて6名になっちゃったなと思ったんですけど、すごいですよ。はい、後藤さん、本土の国民の大半が沖縄の基地負担はそのままでいいって思ってると主張。いやいやいや、本土の国民の大半はね沖縄の基地負担はそのままでいいと思ってないです、ね、本当に感謝してるし、できれば基地はない方がいい、でも日本を守るため東アジアをねやはり安全保障上どうしても沖縄が必要っていうんだったら伏してでもお願いをしたいと思ってる人がほとんどだと私思います。そのままでいいと思ってるそんなねひじるな人間は私いないと思っています。そしてこの方すごいですよ皆さん。次いきますね、ドン。県内の米軍基地の撤去を訴える、撤去されなければ独立も視野と。後藤さん、県内の米軍基地の撤去を訴える、撤去されなければ独立も視野と。独立だそうです。県外からね突然やってきてね、沖縄の米軍基地撤去しろ、されなければ独立しちゃうぞって言って、私たちうちなんちゅからすればタシマンチョが来てヌアビトがと、よそ者が来て何言ってるんだっていう感じで完全に怒っちゃいますよ。これは
これでもダメですよこれね。そして米軍基地を撤去した跡地をどうするか、跡地利用のこともきちんと言っております。こんなこと言ってます。米軍基地跡地には会員制のカジノを誘致、経済効果を狙うと。米軍基地跡には会員制のカジノを誘致、経済効果を狙う。沖縄をギャンブルの島にしたいようですね。はい、沖縄はじゃあ基地がない代わりにギャンブルの島、もう140万県民みんなギャンブル狂いにしたいということなんですかね。まあ、これがね、沖縄にいる人間じゃなくて外からやってきた人間がこう軽々しく言うもんですから、本当に私聞いててね、虫唾が走りました。もうお願いだからもうやめてくれと、ね、もうこんな沖縄のね感情を、逆なでするようなことはもうどうかなと。あ、ニコニコさん、バクチャーの島、そう、その通り、バクチウチの島にしたいということをまあ言ってるようでございます。まあこんなのがどんどん出てくる沖縄県知事選挙、まあ実際出馬するかどうかは分かんないですよ。前も琉球独立のね、琉球を独立させて、中国韓国台湾の軍隊を入れるっていう人もいましたからね。どんな人が出てきてもおかしくない。ただやはりそういった人たちが出馬するかどうかは別問題でございます。しかし今日の玉城デニーさんの考え、後ほどまたツイッターとかに動画載せますんで、ぜひ皆さんの方で大拡散、そして今後やはり知事選挙で、候補者をね誰にするか選ぶ時のやはり一つの資料として、活用していただければなと思っております。ということで、今夜のボギーチャンネル、ちょっと時間の方だいぶオーバーしましたけど、熱くなっていろいろお話をさせていただきました。ではまた明日、残りの話題についてはいろいろお話をさせていただきたいと思います。今夜もありがとうございました。